カメラマンの方の定番の一つとして、はい、いいですねとかいいねいいねとか言う人多いと思うんですよ。二階堂さんは一切そういうことを言わずに時折素敵ですって言ったじゃないですか。これグッときました。いやいやもう本当にありがとうございます。私は今日実はとても緊張していたんですけれども、はい、古舘さんのカメラに向かって目線がこう来た時にすごくこう真実を突きつけられるような厳しさとそしてでも愛情を逆にこう自分がいただく側だなっていうのを感じたので、はい、僕はちょっと今日気合い入っちゃってアーティスト二階堂ふみに写真を撮ってもらうなんていうそういうシチュエーション自体が67年間生きてきて初めての経験ですからね。だからやっぱ気合い入っちゃうわけですよ。プロのカメラマンさんに撮っていただいたことあったとしてもね、バスローブで出てってやろうかなもういろいろ頭の中で考えたけど、まあ、最後はオーソドックスになるわけですけど、ちょっとそのぐらい僕も今日は緊張感あった。古舘さんと緊張感を今日共有できたということがまた一つ私の中でなんだかこう得られたというか糧になったものに、はい、なったと思います。ありがとうございました。